皆さん、おはようございます。かぶさん、今年の冬は去年よりも寒さが厳しくなるみたいですよ。どか雪も多くなる可能性があるそうです。かぶさん、ギリシャの散歩いいあ、旅散歩、いいですね。ギリシャの神殿とか見てみたいですね。ちょっと本当に真面目に行こうかなと思ってます。あの本当に、あの今年の目標は、今年といいますかね、あの迷ったら行くって、 ととといいいうことをちょっとしててきたいなと思ってるんですよで理由は2ついくつかありますんで、ちょっと今度それを述べたいと思いますね。はい。ちょっと皆さんにも参考になると思いますので。うん。えー、サラカさん、こんばんは、おはんこんです。石破茂総理大臣が予定通り今日衆議院議員を解散しました。えー、今回は政治とカネの問題や、旧統一党会との関わり問題などによって、 与党は厳しい選挙戦が予想されます今回の、えー、解散総選挙で、えー、政権交代が起きる可能性は低いと見ていますが与党の議席を大きく減らす可能性はありうると思います。また兵庫県の斎藤元彦前知事を兵庫県知事に担り上げたことで、えー、責任論が噴出している日本維新の会についても 厳しい戦いになる可能性があると予想しています。今月は衆議院選挙、来月は兵庫県知事選挙としても重要で注目すべき選挙が目白押しとなります。カブさんは日本国内は長崎や沖縄、海外はギリシャを散歩してみたいと思っているのですね。私も沖縄にはまだ一度も行ったことがなく、ぜひとも行きたい地域の一つです。海外に関してはグアムとハワイにしか行ったことがないので、どこに行くべきか迷うところです。 えー、鉄道好きの私としては、日本と比較的文化が似ている台湾や、えー、食道車が当たり前にある欧州の鉄道に関心があります。カブさんは、ベルギーを中心に欧州各地の鉄道にも乗られた経験が多いと思いますが、おすすめの路線や列車がございますかえっとね、あまりね、あのー、そういう旅列車みたいなの乗ったことないんですけど、スイスの、えー、マッタ、えー、ドイツのマッターホルンかなの雪の、 列車、トロッコみたいな列車があるんですが、あれは結構良かったなって思いましたね。はい、あの、なんかトロッコっぽいがあって、崖の上を登っていったりします。ベルギーは、えー、っと、ワロニーに向かう、例えばナミュールであったり、それからディナンとかをね、行く、あの、列車ですね。それ、崖のところを取っていくるんで、結構景色がいいと思いますね。うん。まあ、それくらいかな。はい、あの、 カブ、うんえー、さん、国連から日本のアニメ業界に労働搾取を改めるように指摘されているらしいですよ。日本のアニメ界が人権を侵害して作られた作品と見なされたら、ネトフリーとかから除外される可能性もあるみたいなことを指摘されたみたいです。なるほど、日本のアニメ界はブラックな面もあるのが結構有名ですね。 そう,そうなんだ。日本にすごく貢献をしてるんだから、もっと給料を上げてほしいですね。今知りました。日本のアニメ界って何ブラックな面、ブラックな面もあるんですね。あ、へえ、なるほど。これはなんだろう。風刺的なっていう意味でしょうか。なんかあの、お金的なってことかな。今知りましたね。なるほど。うん。え、かぶさん、オランダのアムステルダムの美術館は、今まで本物だとしてきた5個の作品のうち、 3点が偽物だったと分かったそうです。アムステルダブ国立美術館みたいなところにも偽物あるんですね。こういうのって本物の行方が気になりますね。なるほど。まあ、いろいろあるんじゃないかな。フランスの美術館いろいろありますけど、ああいうのもエジプトからいろいろこう、盗んだって言いう方あれですけど、ね、盗賊のものとかも含まれてるらしいですからね。盗まれたものとかね。 はい。まあまり大きな声で言えな,言えないんですけど。うん。なるほど。リプリカも含まれているということらしいです。カブさん、今年の冬は去年よりも、あ、これね、よ,よりましたよね。はい。そうなんですよ。うん。そう。今年は寒くなるよということですね。はい。 まあこれはラニ,ラニアですちなみに、あの日本の気圧配置見てみるとですね、えっと今、オホーツク海高気圧がありますので、東日本、関東,東,東、東東部を中心にえ寒さがありますけど、西日本はですね暑くなってきますね。そして、このオホーツク海の高気圧、次第に東にずれて、太平洋高気圧っぽくなっちゃいます。なので まあ、あの、日が進むにつれて、南側の湿った空気が入りやすくなってきますので、ちょっと夏みたいな天気になると思います。一方で、東斜面、例えば宮崎だったり、紀伊半島の東斜面、え四国の東斜面、関東東斜面とかは、雨雲が湧き立つ可能性がありますね。なので、気温は高くなるし、ちょっと、えっ、ー、と、いろんな各地の東の斜面にちょっと注意してほしいなと思います。はい。っていうところですね。気温も、 来週以降、来週あたりですかね。例えば火曜、水曜とかは、九州とか、えっ、ー、と、中国地方で30度まで上がる可能性ありますね。はい、ちょっと気になります。ありがとうございました。